はい、ご視聴くださってありがとうございます。いつも感謝しております。はい、今日のね動画はですね、雑誌付録のね紹介になります。3月のね28日に発売されたグローのね付録なんですけど、私のね大好きなねリトルミーちゃんのねブラシが付録なんですよね。で、また2通りね販売されているのかな、普通の書店の方とセブンイレブンのね書店の方で販売されているので、私はねこのブラシが欲しかったので、それはねセブンイレブン限定の方だったんですよね。で最寄りのねセブンイレブンに行ったんですけど、置いてなかったんですよね。本当に2つ行ったかな、両方とも置いてなかったんで、もうどうしても欲しかったので、今回はね宝島チャンネルの方でね買いました。はい、それではね皆様と一緒にこれから開けていきたいと思います。楽しみ楽しみ。はい、皆さんと一緒にね共有したいと思って今回も動画にさせていただきました。はい、それではねカメラの方ちょっとね切り替えさせていただきます。ちょっと手元の方撮影させていただきますね。はい、はい、ではね開封します。皆様、宝島チャンネルで雑誌買ったことありますか？ない人の方が多いですよね。本屋さん行けばね売ってますからね。でも宝島チャンネルね、たまにね定期的にあのセールやったり、あとは福袋を販売されたりするのでね、よかったらたまにでもいいのでねチェックしてみてください。はい、はい、こんな感じで入っておりました。これがねブラシですね。でグローの5月号ですね。でお値段言ってなかったですね。1300円になりますね。で、リトルミーちゃんのね巾着付きのこれ竹製のパドルブラシ、これすごいですね。竹製っていうのがねすごいですよね。あとこの巾着付きっていうのもねすごい魅力があるかなと思います。はい、それではねじゃあ早速、あ、そうだ、ちょっと待って、竹製パドルブラシって先ほど言ったんですけど、これはね髪頭皮に優しい天然竹素材のパドルブラシで、ツヤ髪にっていう風にね書いてありますね。頭皮やツボに心地よい刺激を与える血行促進って書いてありますね。髪に良さそうですね。なんか表紙もさ綺麗なね髪の毛している人が写ってると思ったら、これは女優の麻生久美子さんみたいですね。はい、わ、めっちゃワクワクする。どうしようもう買った人いるのかな。コメント欄閉じてるのでね、ちょっとその辺は皆様と共有ができなくて残念なんですけれど、あの私最近カラオケチャンネルの方でもねライブ配信とかたまにしてるんでね、よかったらそちらもね覗いてみてください。とあの宣伝してしまいました。はい、あ、開けました。じゃーん、パカ、わー、めっちゃかわいい。っていうかさ、すごいさ大きい、びっくりした。ちょっと待って、どうしようめっちゃ嬉しいんだけど、見て見て、すごい大きい。あのさ、私が今あの愛用してね使ってるブラシがマペペのねブラシになるんですよね。このさマペペのさブラシ知ってる人は知ってると思うんですよね。これぐらいの大きさなんですよね。で、を比べると、ほら、こんなに違いがあるんですよね。すごい、大きさの違い、わかりますか？こっちがマペペですね。で、こっちが、今回、付録の、パドルブラシって言うんですけどね。パドルブラシって聞いたことがあるけど、ちょっと後で調べてみよう。こんな感じ。めっちゃ大きいでしょ？ね。で、開けてみます。なんかさ、1300円ちょっと高いなーと思ったけど、これを見たら納得ですね。これ1300円で全然安いと思います。これで1300円だったら、しかも雑誌もつくし、見てこれ
で、これはね、印刷ですね。この印刷はね、多分私の予想ですけど、やっぱ毎日使うもんだからね、もしかしたらこれ剥げてきちゃうかもしれない。でもこれすごいね、こう持ちやすいですよ。ちゃんとこうフィットするの、ちゃんと。これすごいいいわ。で、こんな感じでちゃんとクッションになってるんですよね。プシュプシュプシュってね、音がしますよね。ここちゃんと空気穴があります。で、ここのね、先端がね、丸くなってるので痛くないんですよね。これ本当になんか血行促進いいと思います。頭皮のマッサージにもいいと思います。ちょっと溶かしてみますね。ちょっと私髪の毛朝溶かしてないので絡まってるんだけど、これすごい、あ、溶かしやすいですね。わ、いいですよこれ。わ、これ買ってよかったです。髪の毛ね、相変わらず私ね、抜けるんですよね。やっぱりだいぶでも抜け毛減りましたけどね。もうこの年になったらさ、髪の毛やっぱ大事にしたいじゃないですかね。これすごいおすすめですよ。でね、これ巾着がね、これついてる。これすごい、こんなに大きいんですよね。ちょっと入れてみますね。こんな感じですっぽり入ります。こっちか。わ、これめっちゃ可愛い。すごい。ちょっとこれね、今期の付録の中で一番買ってよかったって思いました。じゃ、正直ね、今回ね、買わないとこかなって思ったんですよね。1回セブンイレブン、2回3回、うん、正確には3店舗行ったかな。それでも置いてなかったので、あの、諦めたんで一旦はね。でもやっぱり買ってよかった。で、よくよく調べてみたら、全国の全店舗のセブンイレブンに置いてあるわけではなくて、一部の店舗のセブンイレブンにしかね、置いてないみたいですね。はい、もし皆様の近くのセブンイレブンでこれあったら、すごい運がいいんじゃないかなそれぐらい私ちょっと絶賛しました。はい、という感じでね、次号のね、付録紹介をして、あ、そうだ、サイズ、一応サイズ言っときますね。サイズはね、ブラシの長さがね、24.5センチで、幅が 8.5 センチで、厚みが 3.5 センチですね。で、巾着が、縦が 28.5 センチで、で、横が 11.5 センチです。はい。ね、待ちはありませんね。はい。これめっちゃ可愛いです。びっくりしました。はい。ちょっと待って、そしたらね、次回のね、付録。あ、そうそうそう。あとね、こんな感じで。ムーミンのね、情報が載っているページがあるんですけれど、もう一つのね、サイズ違いで、あ、これ違った。もう一つのね、雑誌付録の方ね、グロー5月号ですね。マスコット感覚で使えるバッグ型が可愛いポーチ3点セットですね。ですね。付録違いですね。これはね、私が行ったセブンイレブンにはね、置いてありました。かわいい。これもね、かわいいなって思ったんですけど、やめましたね。こっちの方が1050円高かったかな。1350円でね、確か売ってたと思います。ブラシの方が50円安いのかな。うん、これ絶対、おすすめ。絶対なんて言っちゃダメだね。はい、そんな感じです。あ、かわいい。私ね、こう、傘も欲しいんだよね。リトルミーちゃんのこの傘ね、このステンレスボトルはね、雑誌の付録で私持ってるんでいらないんだけど、あと、あ、これアームカバーも可愛いね。やだやだ、欲しくなっちゃう。これ見て、アームカバー遅くなっちゃうね。どうしよう、次のね、付録はね、なんだろう。でも私、グロー久しぶりに買ったかもしれない。これ前の方に載ってんのかな。あ、前の方に載ってましたね。グロー6月号はね、ミッフィーですね。
7月27日木曜日発売。最近さ、ミーフィーとか、あとスヌーピーもね、人気がありますよね。こんな感じです。これは何だろうね。ポーチ3点セットと、あと2層式のショッピングトートバッグですね。どちらも実用的ですね。どっちかっていうと私こっちのショッピングトートバッグのビッグの方が、どっちかっていうとこっちの方がいいかな。もうポーチはね、お腹いっぱいなんでねはい、そんな感じですね、はい。気になった方はね、来月号ね、お求めください。はい、それではね、なんか私ね、ちょっと余談なんですけど、最近喉になんかね、引っかかってる感じ、詰まった感じがあるんですよね。ちょっと病院行ってみようかなって思っております余談でした。はい、ということでね、今回は5月号のね、ブラシのね、紹介をさせていただきました。まだね、発売したばっかりなのでね、まあ一部のね、セブンイレブンと、あとは宝島チャンネルでね、お買い求めいただけるかなって思います。またね、概要欄の方にね、宝島チャンネルの公式サイトの方ね、貼っておきますので、チェックしてみてください。はい、それでは最後までご視聴してくださった方がいましたら、ありがとうございました。はい、バイバイ、ハッピーライフ。